毎度、徹子です。企業の韓国離れが加速しています。韓国政府の最低賃金の引き上げ、週52時間労働などで、労働者の生産性が著しく低下していて、競争力を失った韓国を捨てて、米国に生産工場を移しています。工場が海外移転するということは、韓国国民の働く場所が減るってことなので、失業率は悪化しそうですね。ニュースの詳細。米国の生産競争力が、安い人件費を武器に、製造業1位を守ってきた中国を飛び越えるほど改善している。一方、韓国の製造業の競争力は、最低賃金の引き上げ、週52時間労働などによって悪化したことが分かった。韓国生産性本部は、去年 3.4 四半期の労働生産性指数が、前年同期比で 0.7% 減少したと発表した。製造業生産性は、去年 3.4 四半期に 9.8% 成長しているが、今年は 1.5% の成長にとどまるとみられる。このように、米国と韓国の製造業の競争力が反対の曲線を描いていることから、韓国企業の最大市場の米国を攻略するための戦略として、対米投資を大幅に増やしている。昨年、米ジョージア州コマースに生産工場の起工式を開催した SK イノベーションは、現在、2つの工場建設を検討している。すでに1兆9000億ウォンを投入した SK イノベーションは、米国内で増加するバッテリー需要に対応するため、1兆ウォンほど追加投資を決定した。昨年12月には、LG 化学が、米国のゼネラルモーターズと50対50の持ち分で、米国に合弁法人を設立することにした。LG 化学は、まず1兆ウォンを出資する予定だが、今後、GM と合わせて、総額2兆7000億ウォンを投資する方針だ。とのことです。あかん！製造業といえば、今までは中国のイメージでしたが、今は違うみたいですね。米国の製造業が盛り上がってるのは、トランプ大統領の輸入品に対する高関税政策が効いているのかなって思います。米国が競争力指数で中国を上回っているので、安い労働力が売りだった中国に工場を建設するメリットが消えちゃいましたね。政情不安で景気も悪く、汚職が蔓延している国に進出しようとするのはリスクが高く、最近ではコロナウイルスが猛威を振るっているので中国離れが進みそうです。韓国の大手企業、SK イノベーションと LG 化学以外でも、去年5月には、ロッテケミカルが、ルイジアナ州レイクチャールズで、エチレンとエチレングリコールを生産する工場、LG 電子が、テネシー州クルラクスビルで、洗濯機工場、去年9月には、ハンファ・キューセルがジョージア州の太陽光発電モジュール工場を完成させています。現代自動車は、去年に続いて、今年も、アラバマ工場に追加で約4800億ウォンを投資するみたいです。なるほどな。製造業だけではなく食品業界でも韓国離れが加速していて、韓国で総合食品メーカー1位の CJ 第一製糖が、米国内に22番目の工場を建設し、辛ラーメンで有名な農心もカリフォルニア州コロナに第二工場を設立します。対韓貿易投資振興公社によると、韓国企業の米国企業の買収合併の件数は、2013年15件から、2018年36件で、2倍以上拡大しています。不安定な韓国市場に見切りをつけて、稼げる米国市場に軸足を移しているのかなって思います。こちらが韓国の反応です。韓国は共産主義者たちに降伏した。すでに予想されていた脱韓国が加速している。政府のゴリ押し雇用創出は見せ物なので、持続的な雇用創出にはならない。ムンは、共産主義者のスパイとして出世しそうです。部屋には、キム・イルソン夫人の肖像画を飾り、毎日敬礼してそうです。共産主義政権は、大企業の財産を狙っているので、米国に逃げるのは当然です。他の大企業も、続々と米国に進出している。我々も彼らに続いて韓国から脱出しなければ。
ムンジェイン政権が経済政策を発表し、次々に実行する。仕事ができる人が多いようですが、そのおかげで国民は餓死状況だ。確か、韓国は起業しやすい環境が整っていると言っていなかったか。やはり、あれも国民向けのショーだったのか。韓国で企業は生き残れない。この状況が、雇用学者と中国左派には見えていないらしい。すぐにベネズエラのようにはならないが、徐々に経済が沈没していき、気がついた時には浮上不可能なくらい貧しい国になっているだろう。赤い政権が権力を握っている限り、韓国企業の成長は難しい。無条件で海外に移転しよう。ムンジェインはまるでマフィアのように税金を取り立てている。これはムンさんの功績です。みんなでお祝いをしましょう。ムンジェインの主体思想政権は、学校の労働人権教育という科目で大企業を闘争の対象として教え込んでいる。季節外れの社会主義の理念を実現しようとするムンジェインの経済政策が成功すれば、企業の資産はムンジェインのものになってしまう。逃げ出すのは当然。一人の人間が間違えて国が滅ぶ。誰も止めることができないのですか？最後まで見てくれてほんまにありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。